痩せる食事ルーティーンをお伝えします。あなたはこんなことないですか？もう痩せるためには食事にこう気をつけないといけないなって分かってはいるんです。分かってはいるのに、ついつい冷蔵庫を開けるとこうパッと目についたものを食べてしまう。ついついこう手が伸びてですね、こうついついですよ。このついついが重なると、あ、また太ってるって、そんなことないですか？そこでこの動画をご覧いただきますと、あなたが普段とっている食事をこの食事ルーティーンに置き換えるだけで綺麗に痩せることができるんですよ。その具体的な方法をお伝えしていきますね。まずポイントがあるんです。5つです。毎食です。朝昼晩毎食のルーティーンをこの5つの項目をチェックしてこう置き換えていくだけでいいんです。まず1つ目、毎食発酵食品を取りましょう。で、発酵食品といってもですね、難しく考えることはないんです。例えば、身近であればお味噌汁もそうですし、まあ、納豆やキムチ、ぬか漬け、ヨーグルトなどをこうバランスよくですね、朝昼晩にこう入れ込んでいくだけで OK です。で、2つ目、良質なタンパク質をしっかり摂りましょう。なぜかと言いますと、タンパク質が不足すると、ますますですね、食欲が増してしまうんですね。で、細胞にもやはり栄養が行き届きませんので、もうタンパク質も必須なんです。で、このタンパク質といってもいろいろありますよね。肉、魚、大豆、乳製品、これもばっか食べではなくて、やはりバランスが大事ですから、例えば朝は大豆、お昼はお肉でしっかり食べて、夜をお魚とかでもいいんですよ。まあ、デザートにヨーグルトでもいいと思うんです。で、このヨーグルトなんですけども、これ発酵食品ですよね。こちら一番に入れていただいても OK なんです。この発酵食品を取ることがですね、一番その腸内環境の中の善玉菌イコール痩せ菌と言われる菌をいっぱいいっぱい作って元気にすることができますから、もうマストなんですね。では3つ目、やはりお野菜ですね。で、お野菜といってもこれもそればっかり食べてはバランスが取れませんからです。もうとにかくポイントはですね、緑黄色野菜、赤い色、黄色の色、緑のもの、バランスよく今日食べたかなっていうこのチェックにしてみてくださいね。あと4つ目、9大栄養素が取れているかなです。この栄養素はですね、基本的な糖質、脂質、タンパク質に加えて食物繊維、ファイトケミカル、酵素、ミネラル、ビタミン、お水と、この9つがやはり1日かけて摂る、栄養素なわけです。ですからこれも難しく考えなくていいんですよ。もう本当に和食のお膳を思い出してください。主食の、ご飯、糖質があって、やはり汁物があってですね、でお魚や漬け野菜、お漬物、もうああいったのを取れば、このように9つ上手に取ることができるんです。では最後5つ目、今まではですね、必要なものをお伝えしましたが、ここもポイント、不必要なものを取らないということなんです。例えば過剰な糖質ですよね。甘いものばっかり食べてみたり、以前の私みたいですね、ご飯の代わりにお菓子みたいな、そんな極端なことをすると、もちろん太ってしまいますよね。なので、不必要なものは何かと言いますと、その過剰な糖分ですとか、あとはもちろんその食品、添加物です。これはですね、細胞を傷つけますから、代謝が落ちてしまって、どんどんやはり太ってしまいますし、何よりも病気になってしまうリスクが高くなってしまいますよね。そして酸化した油です。例えばポテチとかですね、こう古くなって酸化した油物をいっぱい取ったり、あとはトランス脂肪酸と言われる、その健康にも明らかに害がありますと発表されているような油ですよね。それからあと実は農薬もそうです。ですから私前別の動画でお伝えしておりますけれども、やはり農薬をこう取りたいじゃないですか。お野菜とか果物についたですね、そういったのを取るためには50度で洗ってあげるといいんですよ。農薬が取りやすくなる以外に、その食材そのものの味がですね、もう最高に美味しくなりますから、ぜひ温度計で測って50度で洗ってみてくださいね。実験してるみたいでですね、楽しいですよ。さあ、いかがだったでしょうか。毎日のルーティン、そんなにね難しく考える必要はないんです。
必ず一つずつチェックされればお出来になります。でポイントはこの5つをまんべんなく注意していくこととプラスこの食材もこうバランスよくですね1日かけて取れれば丸なんです。さあいかがだったでしょうか、このお話あなたご自身そして周りの大切な方々のためにぜひぜひお役立てください。どんどんシェアして差し上げてくださいね。でまた、こちらの発酵食品の時に少しお話ししましたがその腸内環境ですね、腸内環境を良くするためにはやはりこの発酵食品と以上の全てのもの必要なんですけれども腸内環境が良くなれば必ず痩せ体質に変わることができるんです。でまたこの腸内環境を最短で良くする方法ファスティングというプログラムがあります。私そのファスティングアドバイザーですのでご興味ある方はこちら LINE のご登録詳細欄に貼っておりますのでそちらからご登録後いつでも直接ご相談くださいね。そしてこの動画のお話が役に立ったなと思っていただけましたら高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。